はい、皆さんこんにちは。今日はですね、佐賀県、初めて来ました、佐賀県の鹿島市に、来ております。ちょうど佐賀市から西へ、まあ、30キロか20キロぐらいだと思うんですけど、まあ、今有明海、バックに見えてますけど有明海に面した町がここの鹿島市でということで、今日はですね、菊の産地訪問というところで、ちょっとその前にですね、ちょっと今年のなにわ花市場の販売実績ということで、また資料出してきましたので、ちょっと説明したいと思います。はい、今年の2021年度のですね、この冬作ですね、冬作の数字を拾っていきましたが、まあ、12月から、3月までの月間の数字ですね、まあ、一番左側の白い子についてはですね、なにわ花市場では約月間アベレージで、200万本ぐらい販売してるんですけれども、まあ、12月の前年対比が 96%、それから1月が 83%、2月が 94%、それから3月が 86% ということで、やはり白菊の、まあ、主となる陣馬、これについてはですね、やはり、この油代が高騰した中で、なかなかこの冬作に対する生産者の積極的な植え付けがされておらないというのが、まあ、背景にあるのかな。でもう一つは、目かきですね、スーパーの前は脇芽いっぱい出ますんで、やはり手間暇がかかるというところから、真ん中の白のスプレーマンですね、国産の生産者はこちらへ、まあ、品目転換というのが、まあ、最近の状況で、12月からこの冬作につきましては、12月が 122%、 それから1月が 138%、 それから3月が108%、それから2月が108%、3月が105%ということで、状況が変わってきております。あとまた一番左側に、輸入物のスプレーマンの数字も出ておりますが、これも同様にですね、やはり運賃の高騰といいますか、エア便また船便ともにやはり2倍から3倍の、運送費の高騰というところと、やっぱり円安が加速してますんで、そのあたりでかなり輸入業者も厳しい状況ではあると思うんですけれども、やはりこの特徴的なのは白のリンギクと、それから輸入のスプレーマンがちょっと生産の出荷量が減ってるかなというような状況でございます。はい、まあそんな、生産状況なんですけれども、今日はですね、このスプレーマムに移行する品目転換、生産者が増える中でもですね、白のリンギクをですねこだわって、陣馬の方を、作り続けておられる生産者ということで、産地名がですね大熊なごみ園芸さんに、今日は訪問したいと思います。それでは今日も行ってみましょう。 Let's listen to the mom。 はい、大熊さんの、補助に、移ってきました。隣におられるのが大熊なごみ園芸の大熊さんです。大熊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうしましたら今補助に来ましたけれども、今補助にある菊の説明をちょっとお願いできますか。一世と交際が少し植わってます。はい、これもう今4月は陣馬が出荷されてますけれど、来月から品種が変わるということですね。そうですね、5月、いや4月いっぱい、あとちょこっとだけ陣馬が残ってて、はい、もう5月の15日ぐらい中旬から一斉ですかね。はい、ちょっとね、先ほどからいろんなハウス見せてもらったんですけれど、結構面積が終わりだとは思うんですけれども、年間に、出荷される本数と面積の方をちょっと教えていただきます。面積3200坪ぐらいで、はい、出荷本数年間だいたい
100万本ぐらい。おお、100万本。なかなかね、あの菊農家さんで個人で100万本をね出荷される方ってなかなかおらないんですけれども、これは結構ねすごい、数量かなとは思うんですけれども、まあその中で、菊作り、まあその100万本を出荷する中で、ちょっと苦労する面だとか大変な面っていうのはあるんでしょうか。やっぱり生き物。悔しい時も嬉しい時も教えてくれないからわからないですよね。やっぱり遅かったり遅くなったり早くなったりで、そこでやっぱりあの思ったように出荷できない時があることがちょっと大変ではありますね。なかなか菊はね、その自分が咲かしたい時期に咲くわけでもなくね、あのお盆とかね、そのお彼岸とか出荷期間がある中でなかなかその時期に出し切れないという難しい面が、うん、まああるとは思うんです。はい、他には他には、労働力の確保ですかね。あのやっぱりコロナで、はい、去年の9月までは技能実習生いたけど、はい、そこの代替えというか、あの帰ったら、はい、次が帰ってこれないというところで、まあ、外国人の方がね日本に来られて、やっぱりコロナで帰ってしまう、帰ってしまうと今度戻ってこれないみたいなね、今の農家さんのね現状なのかなと思うんで、この辺がやっぱり苦労されるね。菊だけじゃないだろうけど、他の品目だったり他の産業もそうなんでしょうけど、ちょっと大変ですね。あと、もう一つ質問をしたいと思うんですけれども、まあ、今後の、大熊さんまだ若いと思うんですけれども、5年後10年後に対する目標というか、まあ、どういうふうになっていきたい、とりあえず現状維持じゃないですかね。200万300万ではなく、いやそこまでの体力は、ね、ないです。なかなかね雇用も大変ですから、うん、でとりあえずちょっと最初の設定してた目標をとりあえずはクリアした、されたの。じゃあその先っていうのはちょっとまだ今で手一杯な感じじゃないですかね。はい、ありがとうございます。まあそんな大熊さん、まだあの浪速に出荷されて、3ヶ月、年明け1月からですから、まあ、4月ですから4ヶ月か、なんですけれど、まだまだその花屋さんの方もですね、大熊さんの菊を使っておられない方おると思うんですけれども、非常に菊作りに熱心な方だと思いますの で品種が来月から一斉に変わりますので、ぜひですね、この一斉のスタートからですね、大熊さんの、ご購入、菊のご購入を、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。